夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本、きっとどこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心を一人ぼっちで諦めて、目に映ったものに安堵する日々は物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。ただと流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんて、私の中じゃねえねえとぴな未来を想像して膨らむ世界は今日か明日でもノックしてくれないですか。なんて妄想なんかして外を眺めてると、突然聞こえてきたのは喋り声。飲みかけのハーブティーを机中に撒き散らし、どうしようとあの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう。それは両親に聞いたこと、私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばかりで、そんなことを知っているわけで、とんとんと響き出したノックの音は初めてで、緊張なんてもんじゃ足りないくらいで、ねえねえとっぴな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうものでした。姿にその人は驚いて、目を見ると石になってしまうと言うと、ただ笑った。僕だって石になってしまうと怯えて暮らしてた。でも世界はさ、案外怯えなくていいんだよ。ただと鳴り響いた心の奥に溢れてた想像は、世界に少しなりだして、ねえねえとっぴな未来を教えてくれた。あなたがまた迷った時はここで待っているから。夏風が今日もまたあなたが